写真拡大。1998年、長野冬季五輪のら。ジヒル団体で日本初の金メダルを獲得。下岡部隆信、斉藤博也、原田正彦、船木和義の4選手を裏で支えたテスト時、ヤンパーにスポットを当てた実話が日の丸ソウル舞台裏の英雄たちのタイトルで映画化されることが決定した。主演を務めるのは俳優田中圭。94年リレハンメル大会のスキージャンプ団体で日本代表を牽引するも銀メダルに終わり、長野五輪では代表落選を味わった成邦人成氏を演じる。公開は2020年6月。謝真長野オリンピックでのテストジャンパー集合写真物語は、成邦の金メダルへの強い思いから挫折。リレハンメルでジャンプを失敗して金メダルを逃した原田との友情、そして怒り、や嫉妬。それでも、仲間のため、日本のために命の危険を顧みずテストジャンプに挑む人間ドラマが描かれる。さらに長野での団体戦の攻防、吹雪による競技中断もあり、競技が再開できるかを図るために行われ、谷西方氏率いる25人のテストジャンパの決死のジャンプが事実に基づいて映像化されるオリジナルストーリー。金メダル獲得後、原田がインタビュー。で俺じゃないよ。みんななんだ。みんなと語ったのは、代表選手だけでなく、裏方で支えた西方氏やテストジャンパーに向けられた言葉だった。4人の代表戦、テト25人のテストジャンパーに加え、彼らを支える家族や関係者たちの思いと、絆も盛り込まれている。撮影は来年1月から2月にかけて、長野五輪のスキージャンプが行われた長野県白馬村などで行われる。田中は冬は寒いので苦手なのですが、この作品のおかげでワクワクしています。雪山も楽しみですと撮影を心待ちにし、ており皆さんが知っている話の中に、皆さんが知らない人間ドラマがたくさんありました。力をもらえる脚本ですし、撮影が楽しみです。スタッフ、キャスト全員で一丸となって、映画の経典超えを目指していきたいと思います、とコメントを寄せた。メガホンをとるのは、荒川アンダーザブリッジシリーズや虹色デイズ、18年、な。ドガール飯塚健監督、オリンピックに関する映画を作れること、大変光栄に思います。現場ではお会いしたことがなかった田中圭さんとようやくご一緒できることも、本当に楽しみです。初のセッション、ご期待くださいと。田中とのタッグを喜んでいる西方氏は、田中さんといえばドラマが映画化 CM と大活躍されており、テレビで見ない日はありません。コメディでもシリアスでも、そして善人役、
悪役でもすべての役をご自身のものにされる。素晴らしい演技のできる俳優の方だと思いますと期待を込める。スキージャ。得をしていたおかげで今の自分がある。と思っております。田中さんにもこの作品を通してスポーツ。選手たちの辛さや嬉しさ、優しさ、悲しさなどを伝えていただきたいと思いますと話している。長野五輪ラージヒル団体競技、決勝2月11日、個人ノーマルヒルで船木が銀メダル、15日の個人ラージヒルで金メダル、原田が銀メダルを獲得。17日に行われた団体戦は、日本は1本目を4位で終える。2本目の船木のジャンプ後、吹雪がより強まり競技が中断。中止となると1本目の成績で順位が決まってしまう。審判員の判断で、25人のテストジャンパーが全員無事に飛べたら、競技を続行することになり、彼らが飛び切ったことで競技続行が決定。2本目は岡部が137メートルの大ジャンプ、斉藤も124メートルで続くと、原田も137メートルのジャンプを決める。最後の船木は125メートルを記録し、リレハンメルの雪辱を果たし、初の金メダルを獲得した岡。